あ、これ山ちゃんがね、うん、これ皆さんどう思いますか？閉店が、うん、9時ですね。9時閉店でして、うん、まあ我々も悪いかもしれないです、うん、のね、8時58分ぐらい入ったのよ。そうだね。そもそも私は嫌なんだけど、うん、だけどまあ食べるとこなくてもしょうがないから入るから、うん、入ってパパッと我々買ったのね、うん、で山ちゃんがテイクアウト、そうそう、お持ち帰りの時に、うん、コーヒーを、そう、ワッパーのセットみたいなね、そう、ワッパーのセットでコーヒーを、うん、頼みました。ホットコーヒーですね。コーヒーとフライドポテトとワッパー、うんうん、そうそうそう。でホットコーヒーは、うん、プリクロっていうね、飲食店働いてたら分かると思うんだけど、プリクロっていう段階の処理がされてるのよ。掃除したりとかして、クローズの準備ね。そう、プリクローズなんだけど、うん、もうすでにもう、まあ注文入らないだろうっていう機材はもう現れてたのよ、うん、あと2分で閉店だから、あと2分で閉店だから、うん、でそこでヤマちゃんはコーヒーを頼んだと、うん、まあそれは別に悪くないと思うね、うん、コーヒー、あ、ちょっとお時間いただくんですけどいいですかみたいな、ヤマちゃん、あ、大丈夫ですって言って、うん、でまあ1杯、まあ、18杯ぐらい多分作れると思うんだよね、うん、その山ちゃんだけのために、まあ、それをセットし始めてねまあまあまだいいでしょ、うん、でそのアルバイトの方がこうセットしようとしたら、なんか機材が壊れてて、うん、なんかうまくね入らなかったのよ。でそれなんか手こずったりしてて、うん、なんか、あ、店長すみませんみたいな、なんか入らないんですけどみたいな、うん、そこでなんか数分ぐらい手こずってて、そうそう、そこで山ちゃんこうずっと立ってるのこと、うん、見てるのことずっと見てんのこれ。そうそう、でまあその店長が裏から新しいやつ取ってきて、まあ、うん、数分後に出来上がって、いや私的にはね、うん、結構その苦しかったんだよそれがそれをその状況が苦しかったいやー、まあまあそもそもギリギリにオーダーしてるのがまず苦しいんだけど、プリクロ終わったのに、うん、この山ちゃんコーヒーじゃないのにしてあげてみたいな、手こずった瞬間に、あ、コーヒーじゃなくてソーダとかでいいですみたいなのがあればちょっともうちょっと楽だったんだけど、いやね、うん、俺はそれを言おうと思ったんだけど、うん、結構早い段階であのコーヒーの粉のパックだけバリってやったのよ、うん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 、だからあ、コーヒーのやつもバリってやっちゃったじゃんと思って、うん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 、この段階でやっぱいいですっていうのはむしろ悪いなと思って、うん、コーヒーあのパッケージ分、うん、はいはい、だからあ、逃したな、なるほどね、その前に言っとけばよかったんだよね、うん、なるほどね、ちょっとお時間いただきますかの時に気づくべきだった、うん、あ、なるほどね、あ、すぐできないんだ、はいはい、なるべきだったね、そこで確かにコーヒー開けた後にトラブルが起こってたね、そうなの、これね、山ちゃんがね、その動きを見せてるのを、あの、俺はもう観察してた俺、山ちゃんいつ言うかなと思った、いや、そうなの、で、山ちゃんね、あの、手をね、こうやったで、ちょっと微笑んだこうやって、あそうなんだよ、なるほどね、バイトの方も、はいはい、多分ね、入りたてだろうね、多分ね、結構新人っぽい人で、ね、うん、ていうかさ、2人のことも待たせてたから俺は、うん、2人が注文したやつをさ、ここで持ってさ、ね、ずっとこうやって持って2人は並んでるわけ、ここに、うん、でもどんどん冷めていくし、うん、あー、ちょっと悪いなとは思いながらね、うん、だけど、あ、コーヒーはもう開けちゃってるしな、うん、はいはいはい、そうそうそう、コーヒー農家目線だね、そうそうそう、コーヒー農家目線、コーヒー農家としてやっぱこれはもったいなくしちゃいけないなっていうあれね、いやそれは分かる、うん、その、うん、あのコーヒー屋さんの経験もあるし、コーヒー農家の気持ちではないけど、そこのリスペクトは確かに大事だね、そうそう、そうだった、そうだった、うん、もう先にもっと早く入れとくべきだったね、あれね、そう思った、そう思った、確かにえ、ケビンとかあったらコーヒーはもう頼まない、鼻からあの場面だ。私だったらそのもう58分に頼むっていうのが、うん、まずやらないことなのね、はいはい、まずなんでかというと自分のため、うん、これ別にねアルバイトの方たちを思ってじゃない、うん、自分のためにやらないの、うん、なんでかというと、うん、そのいろいろアルバイトをした経験があるんだけど、うん、ギリギリになるとちょっと雑になり始めるのよ、うん、だったりとかね、うわっ来たよお客さん、このタイミングで買う、うん、みたいな雰囲気になる可能性があるの、うん、そうなるとちょっと雑になったりとか、ほんとたまだけどね、うん、その企業としてだけだけど、うん、そうなっちゃう可能性もあるのよ、うん、職場にとっては、うん、それの商品を受け取るのが嫌だからそもそも買わないのそう、なるほどね、その雑に作られたものを受け取る可能性を排除する、そうそう、あ、また一バッチ分作んなきゃ、ちょうど切れてるからって思われながらその商品を受け取るのが嫌な、なるほどね、そう、そういう、だからそもそも行かないんだけど、そう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 、そう、だから私だったらあの場合だったらそもそも58分で行かないです、でコーヒーは私はそのさ、あの貼ったら分かるけどね、そのもう掃除済みだなっていうの、うん、分からなかったらあれだけど、うんうん、だからその手間がかからない、掃除の手間がかからないのを頼むと思う、なんか、うん、なるほどな、楽なものをやるっていう感じがする、うん、なるほどなるほど、そうか、知る必要はないよね全然、うん、まあ、そのね、いや、じゃあ知る必要はないことだと思う、まあね、まあね、うん、そうね、配慮する必要はないことだと思う、まあね、9時まで営業してんだから、ね、そう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 、ちゃんと取んなきゃいけないから本当は、そうそうそう、まあでもケビンはその飲食店の経験が豊富すぎて
そういう想像しちゃうのがもう嫌だった。そうそう、嫌なの嫌なの。そう、なんか厨房の裏で言われてるなっていうのがもう想像つくの。うわ、来たやみたいな。マジ3人全員コンボマジかーみたいな、全員セットかーみたいな、ポテト切れちゃうんだけど3人目でみたいな。そうだね、ポテトもあげてくれてたもんね。そうですね。まあでもそういうのってあるよね、自分の経験値的にそういうのあるよね。そう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 、でその経験があるから思っちゃうだけで分かっちゃうからね。本当はね、本当は別に気にしなくていいし、ちゃんと作ってるところがマジョリティだと思うんだけどね。そう、本当にそう、うん、俺も家電量販店とか同じようなのあるもん。だからそれはどういう感じなのよ、それは。やっぱ家電量販店だとなんか値切る時とか、うん、こう言ったら絶対値切ってもらえるんだけど、うん、かわいそうだなみたいな感じでもう言わないとか、そういっぱいあるね。だから俺全然思わないから面白いね、うん、経験してるからやっぱり嫌だって思うっていうね。とかあと話しかける人とかタイミングとかもやっぱ気になるというか、はい、詳しいがゆえにやっぱりなんか気になっちゃう、うん、なんかあ、これ今こういうことをやろうとしてて、うん、なんかこの今のタイミングで話しかけたらなんか嫌だろうなみたいな、うん、思ってやめるとか、はいはい、そうそうそう、このポジションの人にこんなお願いしたらなんか申し訳ないなみたいな、そういうのとか。へえ、そうなんだ。そうそうそう、いや、やっぱ似たようなことであるよ。いや、似たような感じだと思う、ね、やっぱそれに詳しいとね、いらんことまで考えてしまうっていうね。確かにな。それで言うと俺はね、あんまり気にしないかな。あ、気にしない気にしなさそう。あんまり気になんないな。山ちゃんさ、ご飯屋さんとかでさ、うん、あ、すいませんとか、買い物のなんかこのフロアの接客のスタッフの人とかがめっちゃ荷物運んでる時とかにも、うん、あ、すいませんちょっとみたいなとかって山ちゃんめっちゃやらない？やる、やる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 。なんか結構俺はなんかできないのそれ、うん、なんか今注文取ったばっかりだからもう一旦待った方がいいかなみたいな言ってることは分かる、うんうん、で山ちゃんそこ行くじゃん、うん、でそれはなんか山ちゃんのコミュニケーション能力とも取れるんだよな。まあ一応その本当にテンパってる人とかヤバそうな人にはさすがに遠慮はするけど、うん、普通にしてる分には全然気にしない、ね、ああそっか。皆さんはもう何回か出てるから分かると思うけど、まるちゃんっていう友達ね、うん、まるちゃんのさ、うんうん、店員の呼び方もなかなかさ、うん、まるちゃん話さなかったっけ。話したよね、ここはね。店員さんがだからタイミング悪そうなタイミング確かにあるじゃん、うん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 、ちょうど裏に入って、ね、なんか機材トラブルがあって、うん、あ、えっとですね、あーなるほどなるほどみたいな時にまるちゃんはさよさーんバッサーンって言うのよ。遠慮がないのまるちゃんは。もう俺とかでも、うん、多分山ちゃんもそう思うと思う。それは遠慮するやろ。え、いや今え言うねえでなると思うぐらいそのまるちゃんがあるの、ね、しかも音量が桁外れすごい通るんだよねまるちゃんは。まるちゃんって普段そんな別に声でかくないじゃん。桁外れマジで声も高いし通るんだよね、なぜか知らんけど。すげー、店中の人がこう振り向くそうなんだよ、本当に。俺はなんかむしろなんかギリギリ聞こえるぐらいを狙いたいのよ、なんかこのなんでよ、ま、すいません、このギリギリ聞こえるぐらい、そのもし聞こえなくても別にいいぐらい感じ でその時は俺側が微調整して大きくしていくから、すいませんぐらいで済ませたいんだけど、その俺がすいませんって言った後にまるちゃんがすいませんすごいのよ、まるちゃん、本当に。そうなんだ、俺知らないな、そのまるちゃん。